こんにちは、ハマクッキングのお時間です。今回作る料理はデスソースエビホタテ飯を作ります。材料の紹介です。お米1合、ホタテ、エビ、デスソース、めんつゆ、これで作ります。メスティンにお米1合と水 180cc ぐらいを入れました。ここにめんつゆとデスソースを入れます。めんつゆは大さじ3杯入れます。デスソースは大さじ1杯入れます。かき混ぜます。混ぜました。こんな感じになりました。これで30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れます。ホタテから入れます。エビを入れます。パラパラとね。具を入れました。ホタテとエビ全部入れました。これで炊いてみます。最初は中火で7分間炊きます。これでしばらく待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。弱火にしてあと3分待ちます。弱火にして3分経ちました。ここで火を止めます。止めました。これであと10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けます。開けます。よいしょ。美味しそうですね。ちょっと垂れるな。美味しそう。エビとホタテが美味しそうですね。そんなに真っ赤ではないですね。めんつゆも入れてるからね。うん、タバスコの香りとなんか和風だしの香り、いい香りがしてます。美味しそうにできました。エビホタテ飯、スプーンですくってみます。ホタテとかエビはね、美味しそうですよ。プリプリしてる。ご飯はこんな感じです。あ、いいですね。ほんのり赤い色ですね。デスソースの赤い色がついてます。めんつゆも入ってるからね。おこげちょっとついてます。おこげはね、ちょっとついてます。タバスコとね、めんつゆの香りちょうどいい感じですね。いただきます。ご飯からいただきます。うん、辛っ、辛いっす。まずい辛さじゃないです。食べられる美味しい辛さ。ピリ辛。うん。うまい。うま辛。うん。ホタテいただきます。うん。ホタテとかエビはね、そんなに辛くないです。うん。ご飯が辛い。デスソースの辛さがご飯に染み込んでますね。うん。ああ、辛い。ああ。しゃっくりが出る。ホタテうまい。ああ、デスソースだけだと辛くなっちゃうけど、ちゃんとめんつゆも入れるとね、
ちょうど香りのいい、だしの効いてる辛さになりますね。うん。うまいわ。辛くてうまい。うん。いただきました。いや、辛い、美味しいご飯でしたね。こう、麺つゆ入れたのが良かったですね。あの、デスソースだけだと辛くなっちゃうんでね。こう、麺つゆ入れると、だしが効いてて、辛くて美味しいご飯になりました。エビとホタテはそんな、あの、デスソースは染み込んでないんで、エビとホタテはあんま辛くなかったです。いや、辛うまなご飯でした。あとはゆっくりいただきます。これで、ごちそうさまでした。